初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。肌も綺麗ですな。なんか若いピチピチしたイケメンは久々さんなんじゃないでしょうか。慎太郎さんはね、エイベックス吉本興業と大手事務所で味わった挫折経験をお話をいただけるみたいなんですけども、アイドル活動自体はどうでした？それは、そこいかない1年、いやもう全然売れなかったというか、もうそれこそ自分らでチケットを手入れせなあかん状態でみたいな。私はね、関西行けるでしょ。関西行けるでしょ。行けるって言われましたけど。そうですね。じゃあ、まあそれで辞める感じになったんですか？そうですね。そこでデビュー組に入らなかったんで、今出たスマイルアップと同じような形で何年かに1個グループをデビューさせるっていうのがあって、うん、いわゆるもっと押されるグループに入らなかったんで、でもその時年齢が20歳ぐらいかな。若いやん、マジ。いや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 、20歳じゃもう親父枠なんだ。いや違う違う、けどデビューって考えると、次じゃあ2年後3年後だったら23まで待ってられへんなって思っちゃって。僕はそんな厳しいの？俺まだアイドルできるつもりで。あ、今もう何でもあるからね、おばあちゃんアイドル。そうそう、いろいろありますね、形が。純烈が歌った全然飛行で。そう、あ、まあ確かにね、いますよね。そうそう、今60ぐらいでなろうかな。プッシュするのに選ばれんかったから、事務所は退所したんですか？そうですか、退所しましたね。それで吉本に行ったんです。そうなんですよ、待ってるんですけど。すごい不思議なね、はい、一回やめてというか、もう活動しなくなって、ダンスサークル入ってたんで、大学の時にダンスばっかやってて、でサークルで食ってたのか。食ってたのダンスサークルなんてセックスサークルに違いますよ。偏見ですね。偏見。いいけどね、別に言って。いや、なんでゆきちゃんは食ってもええもんな。私は全然みんなに言ってるから。食ってたんですか？彼氏セフレできましたみたいな公開して、チャンネル登録者数がね、半減したんで。めちゃくちゃ減ってるじゃないですか。言えますか？減るでしょ、それ。しかもアイドルやってはったんですか？アイドルやってました。アイドル中にそれ言いはったんですか？やばい。何か嬉しいですか？どんな流れで吉本に？大学生ダンスばっかしてたんですけど、で22ぐらいの時に同じ友達とかが就職するかどうかのタイミングになって、で僕も考えたんですよ、就職しようかなって。自分でもあれですけど、まあ、なかなか有名な大学やったんで、就職いいとこ行けるぞみたいな、みんなに言われたら先輩とかに紹介するぞみたいな、まあいいなみたいな揺らいでたんですけど、なんかもう一回こうちゃんと自分の人生考えた時に、こういう世界って若い時やからこそできるってこと多いじゃないですか、うん、だからもう一回芸能を目指してみようと思って今の吉本のオーディションを受けたってことです。なんで吉本なんですか？それが急に漫才やるみたいな感じ。ね、吉本って言っても芸人じゃなくて、なんか吉本が作るアイドルグループじゃないけど、ボーイズグループ。あるある。吉本がもう制作に入ってる番組があるのよ、結構。そこにいきなり呼ばれたりしやすくなるのよね。自分知ってるやつだと、今田耕司のネタバレミーティングって番組とかが定期的に吉本のアイドル男性が来てはる。そういうのがあるんやと思って、はい、関西の深夜番組で吉本さんが作ってはる番組で、そこでアイドルグループを作ろうっていうのにオーディション一覧みたいなの見てて、でそれを応募してなんとか合格させていただいて、でそこで吉本で活動してた形ですね。吉本だけとはまた違う？あとは違いますけど、僕らのグループで兼任してる子はいましたね。2人ぐらいいてはったかな、兼任してる子。そうは言ってもちょっと喋りが上手くないと怒られるとかはあるん。うちはな、アイドル言うても吉本だからな、ボケのね、一つや二つ瞬時に用意した状態で会話せなならない。そんなんはなかったですけど、それこそ変わった仕事といえば、芸人さんの番組の前説とかはやったりしてましたね。前説、観客に向けて先に出てお話しして、はい、5分ぐらい。何を今話す？近況話す？近況は誰が興味ある？番組が始まった時に、あのお客さんのリアクションが欲しいやんか。うわーとかが欲しいわけやんか。ある程度ちょっと温めるじゃないけど。どうやって温めてた？さっき言ってはったように、お客さんが多分緊張してはるんで、それをほぐすような、こうやって言ったらこうやって拍手してとか、初めてたとか、はい、ボケ挟みながら説明したりとか。いくらもらえるんですか、前説って？めっちゃお金いやけど、全然でしたよ、僕ら固定給やったんで、何もでようか一緒やし、全吉本で固定給ってあるんやん。って言っても、もう生きていけないレベルですよ、余裕で。じゃあやっぱ違う仕事せなあかんってね。そうですね、はい、だからそこでやっぱ焦りは出てきましたね。それで何やってたんですか、当時は？ダンサーのボーカルやったり、
舞台出たりとか、深夜ローからの番組にゲストで出させていただいたりとか、あと前説やったりとか、まだ固定給なんで、どんなに頑張ってもその額しか入らないんで、僕もその時も23とかやったんで、だんだん焦ってきて、周りがだんだん普通の生活してる中、自分はバイトしながらではなかったけど、貯金切り崩して借金しながら生活してたんで、ギャンブルとかやってたんですか？ギャンブルやらなかったです。お金がなかったんで、パチンコしかないだろう、はい、するお金もなかったんで、マナーが多いな、マナーいなかったです。だからもう借金しながらです。見つけてくれる人ってこと？セックスする代わりに。なんでそんなにやらせたいの？それで徐々にちょっとずつ人気が出てきたんですか？その活動中に TikTok とかを始めて。 TikTok やってたんですね。はい、 TikTok で始めて、でそこからですね、徐々に TikTok はどんなことするんですか？最初はほんま変なんですけど、上半身裸で踊るっていうのやってて、めっちゃいい。変なファンにならへんのや TikTok は。その時は緩かったんですよね。TikTok 見たこともなかったんですけど、 LINE ニュースかなんかでパッと携帯見てる時に、なんか高校生が1ヶ月で10万人突破みたいな見て、で顔見たら、あれ、じゃあ俺でもいけんじゃねと思ってその TikTok 速攻インストールして、でバーってスクロールしまくって、イケメンを見まくって、あ、もういけるわってなって、でその時爽やかマッシュみたいなのがすごい流行ってたんですよ、今時の高校生みたいな。逆が全くいなくて、いわゆるちょっと LDH 系、EXILE 系みたいになって、で海外でイケメン TikTok 飛びに行ったら、みんな上半身裸で細マッチョ踊ってるみたいな。あ、そしたら股間もおこりさせて、股間もおこりさせて、いや、他はやらないですけど、なんかそういうコンテンツを自分でもできるなと思ったんで投稿しました、ね。それとちょっと炎上商法も絡めて、 TikTok って荒れやすいって分かったんで、僕が一番男前っていうことによって、お前じゃないやろっていうコメントが来ると思って、それを投稿してみたいな。ナルシスキャラで、ナルシスト、はい、で1本目から100万再生以上いって、1000件くらいアンチコメントが来ました。お前キモイとかシネとかいっぱい来ました。ブス調子乗ったっていっぱい来ました、ね。100万人見ればやっぱ10人は少ない人できるやろうって考えだったんで、しかも迷惑系でもないし、炎上って言っても全然自分が傷つくだけだったんで、別に悪いことじゃないなと思って、それでもうファンどんどん増えていったんだ。もうそうですね、ひたすら名前の量をどんどんどん一生上げてましたね。友達とかにさ、地元のあとアイドルやってんのとか、その頃ぐらいから来るんじゃない？ああ、来ましたね、いっぱい連絡とか。見たよって上半身裸で踊ってたびっくりですよね、地元の友達からさ、そういうタイプでもなかったんで、どんな活動してんのみたいな。いや、なりましたよね。あまざらでもない役もね、見出したがりけど、まあ、あと昔なんとか言われてましたね。 YouTube もやってたんですか？最初、実は事務所に内緒に YouTube 勝手に始めて、男3人組闇営業固定給の方に行ってたから、いやそうならないように自分なりにする葛藤みたいなのがあって、事務所の方針が、いわゆるさっき言ったように自分はやっぱ疑問を持っちゃうタイプなんで、もっと他のやり方悪くないって言うじゃないですか。いや、それは違うって言われるじゃないですか、事務所に。じゃあ内緒でやって、さっき成功させたら見返せるなと思っちゃったんで、ほら見てみって言いたかったんで、で内緒でさっき3人でやってたんですよね。それどんなことやってたの？それは正直あんま今やったら誇れることじゃないですけど、ちょっと下ネタ系みたいなバズらしたもん勝ちやろうと思っちゃったんで。違うと一緒やん。違うと一緒。衝撃やったもん。なんかみんなと同じじゃん。みんな下ネタじゃなかったもん。やっぱみんな下に走んのか。数字が取りやすいってのはあったんで。下ネタそれは恥ずかしいことと思わんと。おるよ今でも。どんな下ネタ系ってでもちょっと気になる。気になる。お互いにサイズを測り合うとか。楽しいな。街中にいる女性にパンツの色を聞いてみるみたいな。じゃセコハラじゃない。いや今思うとね、ほんまにパンツじゃないですよ、許可取ってますから。そういう許可はこの後インタビューでパンツの色を聞かせていただいてもいいですかって事前に声が。いや、あの、それが好きよ。いや違います。それが赤いよな。下ネタ聞くんですけど、もし嫌やったらカットするんで出ていただいていいですかって言って聞いて。大阪で？大阪です、引っかけ橋で。この顔だったらいいけど、あんまりかっこよくない人に今からパンツの色聞くんですけどいいですかって言っても速攻で後輩パンツの色と言わないです、先に。でも大阪で聞いたらしい。そう、大阪はやっぱノリがいい方多いんで、純粋な黒でございます。私は入ってないわよ今日は、とか言っていいかもしれない。そうですね、ちょっと明るい感じで言ってくださって。アリちゃんちなみにパンツの色何？今日履いてない。いつも通りみたいな。高いのね。高いのですか？もうやめてよ、信じるからやめて。伸びなかった？伸びました、最初。伸びた。 TikTok に切り抜きとか上げて、そこをバズってしまって、もう1本目上げた時ぐらいから事務所の人に呼び出されて、これなんやって言われて、すぐバレた。あ、これは下ネタです。内緒です。下ネタ。それは聞いてんじゃない？まあそれは確かに良くないと事務所のイメージ的にもって言われて、まあそりゃそうやな、じゃあもうやめるか、その YouTuber かどっちかにしようって言われて、いろいろ考えて、結局話し合いで、じゃあ最初個人の YouTube ダメやったんですよね、グループで。けど個人で YouTube やっていいよって言われて、結局じゃあそれやったら YouTube 残りますっていう形で残ってみたいな形でしたね。残った。じゃあその瞬間は今も残ってるの？いや、もう消しましたね。裸に踊ってる T
どっかに残ってます。残ってます残ってます。あとで見るわ。私も見よう。周りながらそっくりさんかどうかみたいな判断される番組あるじゃないですか。あれで永瀬廉君に似てるっていうの出て、それが全然似てないって言って。全然似てない。いやいや。